木屋町で夜な夜な外国人が集まるバーへ。わ、すごい外国人の方がいっぱい。京都にこんなとこあるんですね。すごいな。Good evening. Good evening. Hello. Hello. なんでこの店にこんないっぱい人集まってるんですか。カラオケで歌うタブさん。お仕事何してるんですか。大学の先生。え、何を教えてらっしゃるんですか。英語みたいな感じ。英語じゃねえ。英語でいろいろ教えるかな。来ていたのは京都の有名大学の先生やそこに通う留学生たち。そんな彼らが選んだのは日本人も驚きのフリーズドライでした。イタリナーレ、ブートシャブ、読めた。実はフリーズドライにはお鍋まであるんです。こちらは一人鍋シリーズの豚しゃぶ仕立て。あらかじめ調理された具材と出汁がそのまま冷凍乾燥されています。もちろんこれも熱々のお湯を注ぐだけ。ご覧あれ、全体に行き渡るようたっぷりお湯をかければあっという間に本格的な豚しゃぶ鍋の出来上がり。寄せ鍋風の醤油だしにみずみずしい食感の白菜や水菜、きのこがたっぷり。豚ロースからはジューシーな肉汁が溢れます。味がどうなんですかね。早速作ってみると、盛り上がる。肉プルプルだ。どう、はい、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。出た。キャンピングに最高。山に持っていて軽いから水入れるだけでもう贅沢すぎる。ちなみにセットで販売されているのが豚しゃぶのみぞれ仕立て。たっぷりの大根おろしとともに新鮮な具材が味わえます。すごいね。付属のポン酢につけて食べるとさらに絶品です。すごい。とここで豚しゃぶに興奮した彼が、うまい鍋食べてたらなんか俺カラオケ歌いたくなっちゃったよ。カラオケ、カラオケ。おいいな。ウルトラソング歌う。耐えてる。思わず歌っちゃうほど美味しい一人鍋。スタジオでもぜひお試しあれ。しかし。